あったぞ。起爆装置も置いてきたから。ほら、思った通りだ。よし、一つ仕掛けだ。まだスイッチを押すな。俺か。爆薬を全部設置したら起爆装置のスイッチを入れて、ショーの始まりよ。やつら慌てふためくぞ。気をつけて。ラザルビッチは周辺に手下を配置してるわ。注意しろよ。教会で盗みするみたいにヒヤヒヤする。お前どんな親から生まれてきた。会いたいよ。前方に気をつけろ。やつらに見つからないように。こちらをそっと片付けようぜ。静かにしろって言ってるんじゃない。多分スイングすれば渡れそうだ。お前ならできる。仕方ねえ、待ってろよじいちゃん。別に登れる方法があるかも。
璧だぜ。ありがとうさ。こっちだ。レイト、早く第一発掘現場に行って。もう戻ってていいはずだ。クソ、やめて。さっさとやっつけて、キャンプ場に帰ると面倒よ。最初のキャンプに近づいてるはずよ。そこにはあと4つ爆弾を埋めたわ。だけど準備をする前に人がいないことを確認してね。やつのキャンプだ。準備はいいか。やろう。ラザレビッチに聞かれたら大変なことになる。動くんじゃない。痛いだろ。ここに投げるぞ。その通り。
仕掛ける。ネイト、爆弾を仕掛けるんだ。忘れるな。あと3つ仕掛ければ終わりだ。残ってるのは2つだけ。よし、あと一つ仕掛ければ終わりだ。時間を無駄にするな。爆弾を全部仕掛けてないぞ。よし、これで全部。ナザレビッチさんに挨拶しちゃおう。届けない。来い、持ち上げてやる。来い、ちょいわる、飛んでくれ。セクシーなケツだ、サーリー。助かるよ。返すぞ。よし。いや、ここまで船を流すとはよっぽどでかい津波だったんだな。年がら年中壊れてばかりだ。おい、さっさと直してここから出ようぜ。見ろ、武装してない。そうではない。クラブにやっつけられる。さあ、マサリ、たぶん。手を上げろ。楽勝だった。誰か手を貸してくれ。一人で全然平気じゃないか。ほら、もう一人やるよ。サリー、付き合ってられん。軽率すぎる行動だ。軽率ってどういう意味だ。キャンプが見つかる。いつもパイプをたどってく。モントリオールにいた時と同じか。まさか忘れたりはしないだろうな。ねえ。
目の前がキャンプじゃないか。